皆さんこんにちは、エルザです。今回はクラフトピア CMLS 版をやっていきたいと思います。以前はレガシー版をクリアしてたんですが、 CMLS 化でパワーアップして帰ってきたということらしいので、こちらのゲームを遊んでいきたいと思います。まあね、結構ねメインストーリーに沿っていく感じらしいので、途中寄り道とかねしながら楽しんでいきたいなと思います。いやまあ結構長旅になるんじゃないかなと思いますね。じゃあやっていきましょう。まずキャラクターからだね。はい、ということで、前回と一緒だね。ほぼ前回と一緒で、エルフで女性キャラでやっていきたいと思います。まあ赤色になれば何でもいう感じでやりましょう。で、そうだね、今回もサバイバルでやっていこうかな。多少ね手応えあった方がいいんで、で、ある程度慣れてきたらこう難易度上げるのもありかなと思うんで、まあまずはサバイバルでカウント取り戻しましょう。ちなみにカスタム難易度も変えれるらしいんですが、デスペナーがあるぐらいだね。火ダメとかいろいろ変えれるけど、そうね、ガシの有無ね。そうだね、ライフ、空腹ダメージ、スタミナ消費、まあこのあたりはあれだな。まあ、やっていきましょうか。特にもう基本状態でやっていきたいと思います。じゃあ、チッキュー行きましょう。チュートリアルだね。まあ、クラフトピアの世界ようこそと、まあ、文明の最高。ここら辺は変わらないね。ね、大地では地方による様々な素材が手に入りますと、はいはい、集めてクラフトすると。で、これか。クラフトできるアイテムの種類は、塔を復興すると時代を進化させることによってどんどん増えていきますと。ここも一緒だけど、なんか、だいぶ立派だったね。じゃあやりましょうか。スタートは、ここ。前回の桟橋と比べるとね、だいぶ違ったけどね。で、操作はこんな感じか。はいはい。でね、実は5回目の転生なんですよ。というのもね、重すぎて、クラフトピアが重すぎて、ちょっと、PC が悲鳴上げちゃったんで、5回目です。なんで、最初はね、素材集めながら、やっていこうかな。あ、5回目の脱出をしよう。いやーマジで大変だった。なんでね、画質に関してはね、ちょっと足りないところあると思いますが、楽しんでもらえると思います。あー脱出だ。あーなんかすごい滑ってる。すごい滑ってる。おかしいってー。ねー、ちょっと感動薄れるやん。もう、スーって言ってたよ。スーって。じゃあ、まずは、出来損ないの村目指そっか。あ、一応動くね。オッケーオッケーオッケー。スーって動くからさ。とりあえずね、素材は取りつつ。でも、拳のモーションとか変わらずなんだね。内容だけが変わったっていう感じなのかもね。ほい。火の棒をゲット。まず上で装備だね。ジャストアタック。これさ、作れるのかな？クラフトできるね。作りましょう。で、これも作っちゃいましょう。石の斧も作って、で、次が、松明、クラフト施設、キャンプファイヤー。一応壁とかも最初から作れるんだ。そうだね。このあたりはまあまあやりながらかな。まあ、とりあえず。
石ゲット。ちなみに、一応モッドも入れてますといっても、まあ公式が出してるやつをやってるって感じで、そんなにかしこまった感じではないですね。どれ入れてたっけ。例えば、ダッシュしながら回収するとか、ほんと基本寄りのやつ。あとは左上に時間が出るようにしました。マップ下にね、これあるだけでね、だいぶ変わるんだよね。そしてね、松明が意外と邪魔。松明ね、一回装備するとね、外せないっていうか、ちょっとそこら辺が厄介なんだよな。あ、石ゲット。まあ、どうせ使うんでね。ああ、きれいきれい。かかるな。かかるな。なぜ変わってる。なぜこっち。よし。切り株がね、入ってきますから。よし。モーション的にはこっちの方が。ああ、横早いね。よし。じゃあ、なんか手に入った。食料か。そうだね、作業しすぎてもあれなんで、素材も取りながら行こっかね。まあでもさ、こうやってやりながらもけど、そこまで変わったかって言われると、こんなね、変わんないんだよね。出だしが一緒っていうだけで。ストーリーに沿ってできるのはいいよね。なんか落ちてる。これは回収できないか。さすがに石だもんね。魚もいる。あ、ボロッボロな橋だ。あ、これは壊しとこう。浮くんだよな。浮くんだよな。雨降ってきちゃったね。ちなみに、走りながら取れるようになってますね。これ意外とね、モッドで入れないとダメっていうね。そして、出会い頭のニワトリちゃん。ニワトリちゃん。意外とね、使うからね。いやー、にしろあれだな。到着して早々に嵐に巻き込まれてるっていう。なんとも、良くない流れですね。めっちゃキラキラしてる。あ、これは集落の男性だね。あ、武器作れる。作ろっか。ちょっと借りまーす。で、あと他は何が作れるの？あ、弓いいね。弓は作ろう。やった、レベルアップ。弓はね、ほんと助かる。で10本か。まあね、序盤といえばやっぱ弓矢がね第一。ちょっとアイテム整理しよっかね。よし、これでいっちゃいましょう。これな、外せないのかな？松明ね。松明な、松明な、外したいな。外せるよりワンボタンでしたいな。はい、弓ジャストアタック。繰り出すことができますと、ワックステップにもなりますと。まあ、弓にしとこう。
で、こちらは集落の女性が。で、これ料理か。いいね。最初から施設があるのは助かるな。いいね。卵。これあれなんかな、相変わらず人攻撃したら卵できるんかな。この世界ちょっとおかしいからね、そのあたりの感覚。お、雷落ちた今。やば。あ、できてる。よし、目玉焼き。ちなみにね、このアイテムは、あ、出てくる、出てくる。勝手にね。勝手に漁るっていうね。集落の男性さん、特に会話は進まないか。あ、農場もあるんだな。商人いる。会いましょう。あ、農園買えるんだ。はあ、はあははあ、値段が、あ、持ってないんだよな、そもそもね。なるほど。あ、引き継ぎ屋さんいる。ちょっと見てみようか。あなたの手に、何引き継げるの？あー、引き継ぎってそういうこと。武器とか、まあ装備してたやつ。あ、うわ、うわ、これ、ツルハシいいな。超絶そそる。そうだね、水、食べ物とか、そうだね、ちょっとね、引き継ぎに関してはね、戻すことはできないと。元の世界もないんで、あ、でも武器はね、全部持ってこれてるわけではない。いや、でも410だよ。やばいよね。まあでもこのあたりはちょっと考えながらにしよっかな。即席グライダーとかいろいろあるけどね。ツルハシとか正直ありだなと思ってる。効率がっつり変わるからね。商人さん。あ、でもボロ布とか売ってくれてるんだ。まあでもお金ないからね。抽出しもいる。この人が、エリーストロングって書いてある。強いな、あなた。いや、クエストっぽいな。よそ者はすぐ明かりを、君は一体どこからやってきたんだい？赤いスイッチを押したのは地球が爆発して、暗えるシーンから、正しい世界に導きを命じられた。これね、引き継ぎすると見れないんだよね。君の言ってることはさっぱりわからないけど、とりあえず湖の向こう、あれの復旧を手伝ってくれるのであれば、深く追求はしないよ。はいはい、ありがとう。あれは過去の時代の重要な意味を持っていた見物の土台なんだ。建物の土台ね。失われた文明を見返すことができると。チュートリアルで流れたあれだね。さあ、素材集め必要と。はーい。あ、なんか動いてる。暗くてわかんねえな。何ここ、あ、すげえ、もう小麦あるじゃん。え、マジで、あ、もう優しいね。調理鍋、何が入ってんの。あ、特に入ってないんだ。すげえな、親切っちゃ親切だね。もう小麦だって料理できるってことだから。水がいるのか、塩。ああ、とりあえず手作りグライダーね。ボロ布、ボロ布と書えるらしい。とりあえずこれと、そうだね、最低限はちょっと揃えたいから、これと薬草か、回復できるのか。はあ、ホワイトベリー、いや、でもあれか、回復はできるけど、お腹は満たされないってやつか。ちょっと布作りましょうかね。これ置いといて。
外れなかった。あ、これつけて外して、よし。じゃあ行こっか。メインクエストが、これ追跡ってできるの？クエスト、ちょっとそのスキルとかそのあたりは後でするとして。あれだな、意外と、クエストのページ開いたりとか、出ないね。出ないね。ほら、よっと。投稿席。いや、悩むねー。悩むねー。ピッケルとかね。ピッケルはちょっとありにしてもいいかもなー。ちょっととりあえず、序盤はね。あ、ユーミ。はい。ジャンプするとダメなんだよね。さあ、川ゲット。動くね。あ、でも、そうだな。やっぱのんびりだな、このゲームはね、基本的にね。牛もいる。でも牛か。あ、でも懐かしいな。前回だったらさ、無限採取じゃないけどさ、無限採取ってか、牛が常に降ってくるみたいなところあったからさ、永遠と遊んでられたんだよな。あ、お宝。あら、こっちか。あれ、変わんない変わんない。ちょい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 、とりあえずあそこだね。あの光ってるところ。弓戦闘で使えるかな。どれくらい使えるかなだよね。一応牛も買ってみるか。あ、よしよし、すり抜けてからちょっとびっくりしたけど。はい、マジで採取するにはもってこいだよな。さあ、この辺り。どうも。はいはい。塔は素材を投入すると復元が可能な重要オブジェクトですと。はい。ファストトラベル。ここにいつでも飛んでこれますよっていう感じか。で、何がいるの？石と砂と木材。ああ、じゃあ、ちょっと石と砂集めてこよっかな。とりあえず、納品しないと進まないからね。はい、採取終了しました。とりあえずね、とりあえず。で、これでいけるかな？あ、いけるね。十分足りるでしょう。じゃあ、建築。おー。形か。まずは。え、これでまず OK。え、まだ？ちょっと待って。3分の1だもんね。マジか。あら、前より、やり込み多い。ってことは、ボロ布の
羊毛、革。10ずつか。じゃあちょっと、俺も借りに行くか。ちょっと探索しながら、やろっかな。せっかくだし。ボロ布、ボロ布って多分、加工だよな。やるのか？やるのか？お前やるのか？いてぃー意外と、意外と、突進が痛かった。さあ、川に、痛いよー。お肉結構いるからな。羊だな、あとは。羊いるね。どこだ？戻った方が早いか？嫌だな。これ探索しててさ、急にクマが出てくるとかなったら結構辛いんだよな。こっちヤギ鳴き声するね。よいしょ。よし。よいしょ、よし。いやー、いいねー。加工しに行きたいねー。ボロ布が10だったよね。スキル、あ、鶏いるじゃん。あ、意外と別にヘッショじゃなくてフルショでぶち込めば。あー、水入ったらダメだね。あっ、外したよっしゃ。ん？何？お、君いい体してる。いや、それセクハラです。それはセクハラです。聞こえる向きだよ。50個切り倒してみないか。あー、思いっきりセクハラ受けたけど、いいんかな。うん、普通にセクハラ受けたよね。ひどいわ。何もされないからって。あ、この人も。食料が足りないんだ。獣肉が20個。獣20個か。とりあえず、話しとこっか。あ、いや、あれか。まだ段階的にダメなんだ。納品しとこっかな。はい。どうぞ。アホは寝て待てって。そんな言われてもな。とりあえず、あ、ボルノめっちゃ作ってたわ。弱ってるモンスターほど捕獲しやすい。モンスタープリズム。あ、やばい、モンスターボルティーズやった。もう行っちゃったけどね。あ、いいね。グライド。基本のグライド。引き継ぎアイテムもらうだけもらって、ボックス入れとくとかありかもね。じゃ次、バケツ。で、縦はいいや、一旦。あー、市場もあるのか。市場ね。お金の元やからね。ただまあすぐ使うかって言われるとそうでもないから。そんなにね。料理作りたいね。もしゃもしゃ。何歩増える ?10。あー。目玉焼き10か。よし。作っといて、で、一旦、そうだな。この二つをだな。ミルクね、意外といいのよ。はい、HP 回復して、
ていうね流れがねいいよね。肉も焼ければね特にいいんだけど、今そこまでだもんな。空腹しか満たせないからな。やっぱミルクが一番だな。まずはとりあえず置いて、で市場もわかんないからとりあえず置いといて、すんごいプルプルしてる、すんごいすんごいプルプルしてる大丈夫かな。プーラ、まあ、この辺りは一回、あ、やば、違うものまで入れちゃった。意外とねそんなに入れれないっていうね。そしたらさ、小麦ってか、なんかできなかったっけ、加工。調理鍋じゃないとダメかな。ああ、分解ね。装備分解ね。あ、座れる。そう、武器研ぎだよね。多分修理とかだった記憶がある。チェストはあるが。小麦から小麦粉あれなんだよ、多分いるんだよな何かね。またクエストいっぱいだな。ゴブリンか。そしたらとりあえずボロルノゲットしたんで、ボロルノ私行こっか。牛持ってない。あー、牛捕まえるってことか。こんなにフルで打たなくてもヘッショならいいね。ほぼ一撃に近いから。よし、これで、動くんだよな。そうそう、ミルクが欲しいからね。ごめんね。あ全然違うとこ刺さっちゃった。あ、やばい、むずい。よし、さあ急げ急げ。とりあえずあれね、お宝があるわけじゃないのか。登れない。よし、これもう一段階伸びるとかそんなオチかな。なんかそんな感じがする。あ、納品しまーす。マジでそのオチだったわ。これさらに伸びるか、これエレベーターで登れるか。うん、あー、もう一段階は、え、ちょっと待った、小さな設置耐えますか。はあ、はあははあ、じゃあ松明作りに戻るか。暗いしね。ああ、松明作ろっか。松明というかトーチかな。あ、キャンプファイヤーあるじゃん。最近これ作りたいかな。キャンプファイヤー作って、で、あー、モンスタープリーツもちょっと作ろっか。で、あとは、今回依頼にある、これ、何使うのかな、素材。原木とボロ布なんだ。じゃ、これで。OK。とりあえず空腹満たして、よし、オッケー、これで完成なんで、
とりあえずまた行こっか。あ、これファストトラベルで行けるか。違う違う。あ、あー、そういうこと。行けないのか。はー、捕まえてほしいね。オッケー。ついでやし、牛捕まえてみよっか。ついでにね。さあ装備中。ただこの状態だとダメだから、ただおーおー、まんまだった今ポーズが。はい、あ、ふわふわの羊毛だって。ちょっとレア素材が落ちるのか、レアがあるのか。もう記憶から消えてるだけかもしれないけどね。まずは瀕死状態に追い込みますと。1、2、ちゃ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 、はい、俺のモンスターボール。あー、ちょっと連続で投げすぎあ、出てきた、ほら。あ、牛もんゲットだぜ。ちゃんと震えるようになってる。あれ前震えたっけ。どうかな、この瀕死状態の牛さんでいい。ヒールボールじゃないけど、あら、ちょっと待ってね。それじゃダメ。お、あ、これもしかしてあれゲットしてね。取ったけど手持ちにないってことだよね。拾ってないか。ちょい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 、どこ行った？ほら。危なっ！埋もってたよ埋もれてた。そしてノグソ。あ、人のね、そうそうそう、漏らすタイプだからね、このゲームね。マジで漏らすタイプのゲームだからな。でも意外とね、肥料で大事になってくるからね。素材として使うんで、貴重なアイテムです。はい。捕まえたもの、ペット管理マシーン。いいね。これで納品しちゃいましょう。しかも建築費用も今かかってたね。バカ。おお、え、素材がマップに表示される。あー、破片やったりとか。あー、なるほど。え、特に上は、あ、一応よじ登れるんだ。これスタミナ切れたら、あー、そうだね。登り方がねでもこれあれだな。ね、ちょっと待ってね。これ一旦登って、グライド、あったあった。あね、グライダー装備しといて、掴めないんだよね。まあ、早めに二段ジャンプ欲しいね。あ、二段ジャンプって言えばそうだ。スキル見よっか。ミッションがまずクリアしてて、報酬受け取って、で、スキル。瞑想が、なんだっけ？マナを自然に回復する。活力が、徐々に回復。ラビットジャンプが、ジャンプ力の上昇か。
あ、意外とあれなんだね、9とか消費するんだね。まずそうだな、ライフ自動回復はいいとして、ラビットジャンプかな。スキルポイントがね、まだあるか。まあ1個ずつゲットしとこ。で、ダブルジャンプ、ダッキングが無敵になるのと、アクロバッティング、ドルフィン、泳ぎね。忍道は回避後、収集家が、そうだね、敵が落としたアイテムだよね。壁ジャンプスタミナ消費いいね。ドロップ率はね、上げないとね。で、脱走が、そっか、これあれだわ、他に武器あるわ、忘れてた。建築系とかエアリアル空中だよね。まだドレインとかのあたりはまたちょっと見ていこうかな。落下ダメージ軽減、フェーザーオールがグライドライフ上昇、落下ダメージ軽減か、これが早足追い風、持久力もあるんだね。まあ、こんなもんにしといて、二段ジャンプできれば。ほら、こんなに快適になる。でも、これ以上上に行けないって感じかな。シャゲット、ソウルオーブ。アヌビスが特殊なアイテムで交換してくれます。ちょっと勝手に進まないで。まあ、行くか。これで戻ろう。ね、スタミナが切れるからね、多分このまま。おねー。あれ、絶対あそこでしょ、アヌビスがいる場所。グライドがね、思ったより早いな。これはいいっすよ。ツー。いいね、最高。じゃあ依頼主、そうだね、話そっか。どうも。素晴らしい、修理に成功したんだな。どうやらこのアイテムたちが役に立つ時が来たようだね。私たちはこの大地を探索して見つけた特殊なアイテムだ。これを受け取ってくれ。今渡したアイテムはこの大地でしか手に入らない特殊なアイテムでね。これらはあのとやつ捧げると進化することが行えると。はいはい。クローバーとかなんだ。特殊アイテムか。結構あれだね。ほんとストーリー性がついて分かりやすくはなったかな。分かりやすくはなった。いいことやね。はい。ということで、皆さんご視聴の方ありがとうございました。まあ、今回ここまでにしといて、まあ、次回からどうしよっかな。ちょっとサブクエストがいっぱいあるんで、サブクエストもしたいなっていうのと、あとはね、ちょっとね、時間進めるために寝たりしたんだけど、野ざらしなのよ。雨の日がほんとね、切ないんで、ちょっと、いろいろ計画は立てていこうかなと思います。のんびりやりたいからね、せっかくだからね。ということで、皆さんご視聴の方ありがとうございました。まだまだいろんなゲーム動画や解説、攻略など随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。ではでは、また次回お会いしましょう。バイバーイ。